Thank you.
Thank you.
藤原さんの生の見え方より武田さんと木村さんの別々の流派が一緒に舞う珍しい形をとっています。似ているところ、全く違うところを見比べてみてはいかがでしょうか。 容易に
講談でお付き合いいただきたいと思います。駿府鶴ヶのその字を書きまして俊之介くん、静岡県静岡の出身、宝井俊之介でございます。どうぞよろしくお願いいたします。でございましてね、もう皆さんの好評をいただいていろんな和風のものが集まってやるっていうんでね、もう回を重ねてね、何回目ですかね、もう相当なるんじゃないかで、ありがたいもので何度も何度もね呼んでいただきましてやらせていただける、こんなにありがたいことはないわけですけれどもね、まあ本当に講談の方はね、私を今日は初めて見るよって方はどのぐらいですか？そうですか、そうですか、なるほどね、講談の初体験の方が多いようでございますけれどもね、よくね、落語講談どこが違うんだっていうふうに聞かれるんです、まあ、着物を着て座布団座っておしゃべりするのは同じなんですが、私どもの場合はこういう講釈をやる台で、釈台というのを叩きながらおしゃべりをしていくと、こういうことになっておりまして、これは普通の扇を半分に裂いて西の内という和紙でくるくる巻いて作る針扇という道具でございます。これをどういう時に叩くかというと、まずは一番初め、これから始まりますよという合図ですね。あとは10年が経ちましたと、20年経ちました、場面転換ですよね。それからあと落語の方はですね、こっち見たりこっち見たり、会話がポン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 弾んで物語が進んでいきますけど、講談も会話の部分もあるんですが、会話以外の文章、まあ、説明文というのが長いんですね。それを講談独特のリズムでずっと読んでいきますんで、それを聞いてるとついつい寝る方がいるんで、そこで叩き起こすという、こういうやつでございます。笑ってる場合ではございません。今日もこの、ね、人数でございますね、どこで誰が寝てるすぐ分かりますので、叩きながらおしゃべりをしていこうかなと思ってるわけなんですけれどもね、まあ本当にね、東京も2020年のオリンピックも決まりまして、まあ、くどこと話しますより、私ご挨拶代わりに東京オリンピック入場行進出していただきましょうか。昭和39年の東京オリンピックです。真相なりました明治公園東京国立競技場、7万5千の大観衆、色とりどりの国際色、吉野だったの花もみじ、一気に燃えた塚と怪しまれたり、天馬だでも読みせし者と相見えて、昨夜の雨かがりと抜けたり、本晴れこれ天平の贈り物なり、時は日何メリカン。昭和39年木燃えたず年10月10日思えば流し東京への道、今ここへとたどり着く。大国小国人種宗教あらゆる区別を乗り越えて世界が一つに会しました。大屋三金剛無事奈良東大寺日光輪王寺京都地本銀を亡き不京都の明神寺宝光寺と、日本の名画と金の根集めて素材となし、前住敏郎先生精神込めて作り上げたる電子音楽の音は、現代の音と古代の音がこれまた見事な調和を見せました。これ一種不思議の音律は、日本の神秘を世界に伝えるべきものなり。オリンピックで重要なことは勝つことではなく参加することであるという、フルベル短短尺の言葉伝行、掲示板に輝き渡るとき1時55分今高らかにファンファーレオリンピックマーチ曲が変わる。いよいよ大選手団の入場行進と相見えまして、まず第1番手はギリシャ、オリンピック発祥の国、地中海のすがすがしき青に白の十字を染め抜いたら旗は、これはキリスト教国家であるということを示しております。これをモデルはデオルゲ・マルゼロス選手、オリンピアから東京までの聖火リレーの第一清掃者にして、今はこの大選手団の1番手の騎手として、重ね重ねの栄光にその感激はいかばかりでありましょう。それよりあとアルファベットの順にアフガニスタン、アルジェリア、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、バハマ、バミューダ、ボビリア、ブラジル、エリオ、ニアラ、ビルマ、ブルガリア、カンボジア、カザフスタン、エチオピア、フィンランド、フランス、ガーナ、インド、イラン、イラク、エルイス、イラン、イラク、どうでした、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ペン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、プエルトリコ、スウェーデン、スイス、タイ、タンガニーガ、タイ、トリニダード、オランダ、ウルグアイ、ベトナム、ベネズエラ、ユーゴ、スラビアに続きまして、最後、99
14番目待ってました本大会の名で役者神五次と花道より差し掛かってまいりましたこれぞ開催国日本の選手団354もし皆様方の中に日本を応援してくださる方がありましたら盛大なる拍手をね下地に上がって下地に上がって一席でしたってまだ終わりませんからねとにかくねいろんな講談いろんな分野ございますけれどもね、まあ、講談の方は時代も様々だから何でもかんでも題材にしていいっていうのは一つ講談の面白みといいましょうか強みでもあるんですねですからねもうよくいろんなご依頼いただくっていうのは新しい新作講談創作講談例えば私たちが結婚をいたしますから2人の馴れ初めを講談でやってくださいとかねそれからうちの町内町会長がね今度叙勲を受けたんだよその人生を講談にしてくださいもう何でも構わないわけでございますですからもう皆さんのねもういろんなとこから今日いらっしゃってると伺っておりますんでそういうもの何でも講談にするとですから私を呼んでいただけるそういうところがありました際にはこの事務局の木村さんのところあるいは高井俊之介と09014630682 09014630682もう一度申し上げます09014630682覚えていただきましてメールの方はその後にアットマークドコモドットエヌイドットツーリーと来ても私のところにメールがパッと来てパッと駆けつけるというそういう仕組みになっておりますので誰一人メモしてないというこんなものは講談にできるというのはもう強みでございますけれどもねまあね戦国の時代というものもねいろいろ題材はあるんですが幕末江戸は一橋ここにお屋敷をいただいておりましたのが板倉周防守勝明というお殿様でありますここの江戸屋敷でもって下級役を務めておりました下級役に新島上地これが妻富子との間に4人の子供を産んでおりますところが4人が4人ともこれは女の子なんですねいかにね下っ端の役人とは言いながらあの時代はやっぱり男の子が生まれてほしいというのはありますよですからおじいさんの便利さんなんてのはねまた女の子かまた女の子かってねため息つくそうしますとため息の方もなんだかもう鬱憤が溜まってくるからおい富子お前なんとかならんのかってなんとかならんのかと言ったってねこれは2人の共同作業ですからねなんとかなるのじゃない今みたいに男女の産み分けができるわけじゃない封建社会とは言いながら厳しい一言でありますですから神仏にすがるより他はないというのでどうか私にもう一人子供を男の子を授けてくださいまするようにと念じ続けたその願いが聞き届けられましたというのは天保14年の1月の15日Yeah!